ブレニーはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は銀ポア目に属する魚の総称にちなんで命名された。マーブルド・ブレニー八重山銀ポブレニーは1943年7月8日にコネチカット州クロトンのエレクトリック・ボート社で寄港した。1944年4月9日にフローレンス・キングによって命名浸水し、 1944年7月27日に艦長ウィリアム・エイチ・ハザード少佐の指揮下収益する。11月10日、ブレニーは最初の紹介で南シナ海に向かった。12月14日朝、ブレニーは木造の海上トラックを砲撃で撃沈した。夜に入り、北緯15度46分、統計119度45分。 北緯15.767度統計119.750度、15.767119.750の、ルソン島サンタクルーズ沖で、第28号解剖艦を撃沈。12月23日には、北緯16度50分統計120度18分、北緯16.833度統計120.300度、16.833120.300の、 北サンフェルナンド北方で、犬井水丸に魚雷四本を命中させて、これを撃沈した。同船は、三36船団に加わって、第十四弾その他をルソン島へ向けて輸送していたが、機関故障で船団から脱落し単独で、航行していたものであった。1945年1月13日、ブルニーは62日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。二月五日、 ブレニーは2回目の紹介で南シナ海に向かった。2月27日未明、ブレニーは北緯11度56分統計109度18分、北緯11.933度統計109.300度、11.93309.300 11. のインドシナ半島カムラン湾港付近で南港作戦参加の九96船団を発見。一時十五分頃にタンカー、 まとまるに魚雷を命中させて撃沈した。その後しばらくは、敵との接触はなかったが、3月20日夕刻、北緯11度18分統計108度57分、北緯11.300度統計108.950度、11.300、11. 108.950の、インドシナ半島、パラダン岬南西7キロ地点で、雪岩航行を行っている南港作戦参加の日88、 愛戦団を発見。ブレニーは複数回攻撃を仕掛け、山国丸、宝船丸、第21南新丸の3隻を一気に撃沈した。3月27日、ブレニーは49日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。4月16日、ブレニーは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。5月15日には、プラタス島の通信施設に対して、 感報射撃を行った。5月25日、ブレニーは、南易06度04分統計107度27分、南易6.067度統計107.450度、マイナス6.067、107.450の地点で、特設苦戦定海流丸を撃沈。5月30日には、南易04度09分統計114度16分、 南4.150度統計114.267度マイナス -4.150114.267 の地点。6月9日、ブレニーは55日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。7月5日、ブレニーは4回目の紹介でジャワー海に向かった。7月16日、ブレニーは南05度16分統計110度17分。 何5.267度統計110.283度マイナス -5.267110.283 の地点で特設砲艦難海を撃沈した。また、紹介の全期間を通じてジャンクやサンパンなどを片っ端から破壊し、この紹介における浮上砲船の回数は63回を数えた。8月14日、ブレニーは40日間の行動を終えて、 スービックワンに帰投した。対戦終結後スービックワンを出港、9月5日に、サンディエゴに到着したブレニーは、同年の残りを同海域で活動した。1946年から51年にかけて、ブレニーは、中国巡航、カナダへの士官候補生訓練巡航、アラスカ水域での二度の冬季巡航、ハワイ海域での艦隊演習、サンディエゴ海域での作戦活動を行う。 ブレニーは1951年にグッピー回収が行われ、同年の残りはサンディエゴ海域で活動した。1952年5月から11月まで極東を巡航し、韓国水域での朝鮮戦争の作戦支援のため35日間の紹介を行った。1953年は西海岸沿いに活動した。1五十四年五月十四日、ブレニーは 大西洋艦隊に配属される。コネチカット州ニューロンドンを拠点として作戦活動に従事し、大西洋艦隊とともに、NATO の大戦作戦演習に参加した。加えて、潜水開発部隊とともに新型機材の実験を実施した。その後、ブレニーは1964年頃にギースマイナス324に艦種変更された。 1969年11月7日に退役し、予備役艦隊で保管された後、1973年8月15日に除籍され、艦隊は長く保管された後に、1989年6月にメリーランド州オーシャンシティの海岸から約15マイルの海域に人工岩礁として沈められた。ブレニーは第二次世界大戦の先行で4個の 朝鮮戦争の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。また、ブレニーは8隻の日本船、合計18,262トンを撃沈した。ありがとうございます。